じゃあ立憲民主党が解散総選挙で議席をすごく飛躍的に伸ばしますか？うん行き場がないんですよ。うん、ね、票、うん、だから投票率が伸びないってことも、下が,下がるってことももちろんあり得るし、うん、国民がもう政治をもっとこう嫌になると。うん、このまま行くとね。ただその野党でいうとやっぱり幅広な問題であれだけ一日一億から三億のお金使って国会審議しててね。うん 問題だけだったでしょあの時こそ野党の外交安全保障から経済政策特にそれから教育政策打ち出すべきが全然なかったですからねだからやっぱ政権担当能力ないと思わざるを得なかったから私は住民主党を中から変えるのが一番効率的だと思ってつまり蓄積された経験と若手の議員はやっぱ随分実は変わってるのに上から蓋されてるからだからその蓋は壊さないといけない。 まあ天の計らいで総裁選がちょうど来るんだから、はいはい、違うことをやるべきだと。はあ、い,い。<laughs> ちょっとアメリカの未来についてもぜひ話していきたいなと。<laughs> 世界中が注目する11月の大統領選挙なんですけれども、共和党トランプの暗殺未遂事件や民主党バイデンの撤退表明ありました。短期間でかなり情勢が変わってきています。このあたりですね、まあ外交に従わして青山さんからもですね、どのように今状況を捉えているのかっていうのをですね。 お伺いいいいしてきたなと思ます強運の2人の衝突になってるんですよね。でトランプ前大統領が顔をちょっと傾けて銃弾から逃れたっていうのはご本人が俺は神に愛されてるって今気分になっておられるのも当然だと思うんですよね。でもカマラハリスさんの方もバイデンさんがあれほど異常に粘ったのでもうとっくに統治能力失ってるのにもうみんなが困りきって合衆国大統領の力強いからやっと辞めたから。 カマラハリスさんにうわーっと今バブルですよこれそのバブルがあと3ヶ月持つのかなとで特にボード国境のところの移民政策でほとんど何もしなかったでしょで妊娠中税とか言いやすいことはガンガン言うけど不得意なこと全然言わないですよねでも合衆国大統領になったらイスラエルの問題から 何の問題まで全部一種の当事者になるしさっきおっしゃったヨーロッパのこともそうだしね、うん、その能力があるのかっていうのはだんだん問われてくるからはい、はい、もうこれあのイーブンっていうのはずるい言い方ですけれど、はい、今あのカメラハラスさんの勢いがあるから必ずしも有利じゃないしただトランプさんは相手が急にいなくなって土俵が変わったのに、はいはい、あのバリゾーンは演技ですからね。 スタッフに聞くと、うんはい、トランプさんは普段はもはすごく本当に分かりやすい人で逆にカマラハレスさんは47人いたスタッフから43人いなくなったですからね、はい、でトランプさんどういうことは、まあ、トランプはビジネスマンですからねそうですビジネスバリ増言いやでも実際彼はビジネスマンだから、うん、意外と組みしやすいと思いますすよ、うん、ハレスさん取ってるんですかいやじゃなくてあの日本人にとってるあ すごく僕トランプさんだったら何か話しやすいなと思うもんあの右寄りのね威勢のいいことは言うんですけど演技演技演技です最終的にその生産性合理性の方で実際にはそういうふうにはしないからどっかで握ってその通りただトランプさんが相手バイデンだったら間違いなく勝ったけどうん もう価値とはとてもいいけれども主な二人の政策があるんですけどちょっとこの辺りなるべく公平に言おうとしてるし、はい、そうしますが、はい、ハリスさんのはまだ政策と言えないでしょう、はい、まあバイデン大統領からちょっと渡されたものを言っただけであって,て,って、ね、ハリスさんが大統領になってから何をするかっていうのはまだ実はほぼ出てないんでトランプさんの方はもう一期四年やってるので、はい 例えばチャイナに対することとかあるいはトランプ現在は本当に効果があったなぜかというとアメリカ人は楽天的だから減税されたら物を買ってくれるんでやっぱり弱点は中絶問題ですよねこれは逃げてるわけで州の判断に委ねるっていうのはねカメラハレスさんそこをつく大統領選挙のいわばテレンテクだとしてでもこれを全体を政策としているかっていう未成熟今中アですよこれ。 どうぞ。公共政策学専門。<laughs> 公共政策学の人としては、うん、通商のところのトランプさんの中国製品に一律60パーっていうのがもう本当恐ろしいなって思っちゃいますけどね。そうなんだけれども、うん、しかし中国は今まで裏表でやってきたことを考えると、はい、まあでも日本にとってはプラスだと思う。いやいやうプラスなんですか？超プラス。そらそうでしょ。そらそうでしょ。 今日本になんで半導体工場がどんどん増設されてるかっていうとそれは台湾有事に備えてっていう話もあるし中国にものすごく頼っていたその半導体とかいろんなもののサプライチェーンをやっぱその日本ってすごく安心な国なわけですよねそういうふうに考えると。民衆国家で あの経済規模も大きくてでもやっぱり日本が有利なのは海に守られてるっていうのは非常に有利で、うん、中国が日本に攻めてくるってやっぱり非現実的でですすよ無理、うんうん、それはこんだけ海に囲まれてるから下手すると10倍ぐらいの兵力がないと攻めてこれないのでそういうふうに考えると日本って安心な国なんでこれから日本にいろんなその産業をよりこう投資をして立地させようみたいな動きっていうのは。うんうん 出てくるんで、それはプラスですよ、完全に。こんな六十パーセントなんてかけたら、中国怒って、もなんか戦争とかになって。ならない。なんないんですか。無理無理。チャイナに現実なことはできないですよ。できないのその台湾への有事はあり得ますよ。うん、でも合衆国本体と関税が高いからって、戦争なんてとってもできない。うん、核戦力も全然違いますよ、まだ。そうなんだ。もうなんか、あの。例えば、アメリカの源泉の能力を考えても。うん、仮にニューヨーク、ワシントンを中国はこんなにあり得ないけど。 ICBM と叩き潰しても、もうどっからでもやられるから。厳選一年間潜ったままでやられますからね。まあまあ、中国は、まあ、空母もね、うん、今まだ三台しかないし、まあ、まだ持ち立てですからね。もともとウクライナの空母、まあ、ウクライナで旧ソ連の空母。一隻目はね。一隻目は、でも、あれ、うん、二隻目もコピーじゃないですか、うん、それの一隻目の。三隻目は、あれ、なんですか、電磁カタパルト実装してるんですか、あれは。実装してるとチャーニーは言ってて。うん ただそれで飛んだ様子はまだ見てないわけですけどただカタパルト自体を蒸気式でも電磁式でも入れたっていうのはやっぱすごいショックでこれ僕ペンタゴンに行って。 お前らが盗まれてるじゃないかとで日本に情報管理が甘いって言ってるけど、うん、お前らのよっぽど甘いって言ってすごい口論になったんです、うん、割と最近ですけど、うん、だから盗まれました、うん、だから盗む技術はやっぱすごいハーバーバド大学行っても図書館中国の人しかかいいないからねカタパルトの技術はすごく、まあ、要は世界で唯一ちゃんと実,実践的に運用できたのはアメリカ軍だけなんで、うん、空母から発艦するその能力っていうのはめちゃくちゃ高い。日本も今空母か 出雲と香川を空母化してる最中ですけどあれ結局 V トールで離陸するんで戦闘範囲がやっぱり狭いんで本当はヘリの方が対戦性は強い<ー>今までのヘリ空母の方が F35B っていう重い戦闘機を自分で噴射して上上がるんですけど当然燃料をめちゃくちゃゃゃく使うじゃないですかその燃料の補填ができないからおっしゃった通り行動範囲はむしろ狭くなる潜水艦対策だとヘリの方がいいんですただまあ 精神的抑止力はすごい向上する、うん、あのカタパルトの技術ってのは難しいんですか難しいですやっぱり日本が独自でやれるのだととっくなってますよ